姉川の戦いの約2ヶ月後、阿波の三好三人衆が摂津に侵攻。野田と福島に砦を築き、さらに、三好義継の所領を攻撃しました。この頃、三好義継は、織田信長の傘下となり、松永久秀は、この義継の宿老と扱われたようです。大事にござりまする。阿波にいた三好三人衆が、三好義継殿の領内に侵攻しました。松永久秀殿が、急ぎ援護に向かわれましたが、形勢は芳しからず。義継と久秀は近頃我が配下となった者たち、捨ておくことはできんな。この機に三好三人衆は叩き潰すほかない。との姉川の戦いのようなリスクの高い戦はなされませぬよう。ん？どういうことじゃ。姉川では殿自らがおとりとなられ、敵に本陣まで攻め込まれました。そうであったの。安全な戦などありませぬが、圧倒的な兵力で敵を圧倒するのが最も良いかと。そうじゃの。とすれば義明様を利用して、もとい義明様にもご出馬願い、近隣の大名も招集して兵力で圧倒してくれよう。信長は京都に入った。義明様、三好三人衆らを追討するためご出馬していただきたい。平伏せぬとは、信長め、だんだん生意気になってきた。三好三人衆は本国寺の変でわしを攻めてきた憎いやつらじゃ。こやつらを撃つのはよいが、将軍たる私が自ら行かねばならんのか。危なくはないのか。将軍なればこそです。すべては天下正筆のためとお考えください。心配なれば後方に控えておられればよいかと。さようか、わかった。将軍義明自らの出馬も決まり、大軍を率いて信長は摂津に向かった。一方、三好三人衆方にも多くの兵が集まった。キーの最下衆の棟梁、鈴木孫一です。最下孫一とも言われるが、まあ、好きに呼んでくだされ。わしは傭兵なれば、金を積んでくれれば、いつでもお味方いたしますぞ。特技は鉄砲じゃ。これからの戦は鉄砲が鍵となるでしょう。孫一殿がお味方とは心強い。期待させていただこう。さらに、信長に美濃を追われた斎藤辰興も三好三人衆方についた。信長に美濃を奪われた恨み、この戦で晴らしてくれるが、気になるのはすぐそばの本願寺。ここは味方であろうか。本願寺が敵となれば我らに勝ち目はありませぬぞ。そうじゃの。すでに何度も使者を送り、味方になるよう伝えているが、未だ態度を明らかにはしてくれぬのだ。今は返事を待っておるところ。そうか、
味方になってくれればよいが。うむ。織田軍は三好三人衆の野田、福島の砦を取り囲んだ。我ら紀伊の雑賀衆と根室衆、信長殿にお味方いたしまする。おお、それはありがたいが、雑賀衆の鈴木孫一は三好三人衆方についたと聞いたが、雑賀衆にもいろいろとありますれば、我らは信長様のお味方なればご安心を。わかった。期待させていただこう。織田方には三好三人衆方よりも多くの兵が集まった。三好三人衆もかなりの兵を集めたようじゃが、我らの方が数倍はあろう。そして将軍義明様も到着され、士気も高い。これで三好三人衆方を圧倒できるであろう。それは良いのですが、気がかりはすぐそばの本願寺。ここが未だに態度を明らかにしておりませぬ。敵に回ったわけではないようですが、敵に合力しておらぬならそれでよかろう。本願寺の兵を当てにしなくても、すでに三好三人衆は圧倒できる兵はおる。そうですな。そして本願寺は将軍義明様を支持しておるようじゃ。義明様のおられる我が軍の敵となることはあるまい。一方、三好三人衆方の陣。これは本願寺のご使者殿。してお返事はいかに。賢女様は合力を期待されても困るとのことです。ん、どういうことであろう。お言葉通りです。貴殿の期待には添えぬということです。ん、それは信長方となるということであろうか。さにあらず、賢女様はこの戦を迷惑とお思いなだけです。ということは本願寺は中立ということか。いかように考えられても構いませぬが、本願寺の助力は期待されませぬよう。わかりました。敵ではないのでよしとするほかないか。両軍は川の両岸に櫓を立てて鉄砲隊を配置しました。撃て
しい打ち合いとなるも、信長軍が数で圧倒しました。くそー、敵は我らの数倍、これほどの戦力差はいかんともしがたい。かくなる上は降伏しかあるまい。信長殿に降伏すると伝えよう。おっ、三好三人衆の方々は信長様に降伏します。この後に及んで降伏など許さぬ。なんと潔く戦って散るがよい。降伏すら許さぬと仰せで。そうじゃ、覚悟するがよい。信長は降伏すら許さぬと言い放ちました。そうか、ならば戦うほかないの。今宵はゆっくり休み、明日死力を尽くして戦うとしよう。おお、そのよ。何事じゃ、この金の根は何事じゃ。この金の根は、この鐘の音を合図に戦は新たな展開となるのですが、そのお話は次回にて。